昨日アクアの皆さんと話したんですか？カスミンだって先輩に相談したいことあったのに。カスミさん抑えて、先輩は悩み事の相談をしたんだから。そうだった、先輩ごめんなさい。うん、アクアの人たちの言うことは正しいと思う。やっぱり直接話すのがいいよ。気持ちがすっきりするといいね。あら、どうしたの？また対決の申し出かしら。はあ？ちょっとちょっとちょっと、そんなに一気に言われてもわかんないわよ。まあでも、そういう前向きな姿勢は嫌いじゃないわよ。要は私の曲作りの方法を知りたいのよね。対決だったからって別に特別な作り方をしたわけじゃないわ。いつも通り作っただけ。取材の時あなたが見たのと同じよ。そうそう、そんな感じよ。私は一人で落ち着いて作りたいんだけど、でもまあいてくれた方がインスピレーションが湧くこともあるわね。そうね、いつもうまくいくわけじゃないから苦しいこともあるわ。でもそれも含めてミューズでの活動だから。歌うことも踊ることも作曲することも私にとっては全部がミューズでの活動なの。ミューズでいることは楽しいもの。スクールアイドルでいることを全部楽しもうって思ってるわ。やっほー、まっちゃんとだけお話ししてないで、私たちみんなとお話ししようよ。今ちょうどみんなうちにいるんだ。電話より直接お話しした方がいいと思わない？もこっちに来なよ。全然そんなことないよ、大歓迎だよね、リンちゃん。そうだにゃ、リンがあなたに会いたいにゃ。いきなり騒がしくてごめんなさいね。みんなもうすっかりその気だから、よかったら来ない？いらっしゃい。さあさあ、まずはホムラ自慢のおまんじゅうをどうぞ。この間の取材の時、うちの店のことも記事に入れてもらえばよかったよ。あのね、密着取材の記事みんなで読んだの。ええ、そのことをみんなで話していたんです。いい記事にまとめてくれてありがとうございます。うちらのことよく見ててくれたんやね。そのすごく嬉しかった。虹ヶ崎のメンバーがちょっと羨ましいわよね。私たちのことですらこんなに分かってくれてるんだから、あの子たちのことはもっと分かってるってことでしょ。自分たちのことを深く理解してくれる人がいるなんて、虹ヶ崎のみんなはとても心強いと思うわ。まったく、気持ちはわかるけど、褒め倒すために呼んだんじゃないでしょ。とはいえ、私もみんなの意見と同じだわ。あなたみたいな人が部にいてくれたら助かるでしょうね。何でも相談できちゃう。それに客観的に物事を見て意見をくれる人がいた方が、自分たちでは気づけないことに気づけますしね。うん、私たちの思いや目指したいもの、
やり遂げたいことを共有してくれる人がいるのっていいよね。私がミューズの1曲目を作った時はミューズを何も知らなかった時なのよ。あなたは最初から彼女たちのための曲を作ってる。それってすごく幸せなことよ。ん？あれ、フリーズしてる？おーい、おまんじゅう喉に詰まっちゃった？何だったのよ一体。慌ただしいわね。リン、まだまだお話ししたかったにゃ。でも来た時と違ってずいぶんすっきりした顔で帰っていったんやない？そうね、活動を始めたばかりの頃っていろいろあるでしょうから、私たちが何かのヒントになったならよかったんじゃない？もっとスクールアイドルについて語りたかったのにな。ニコちゃんの長話に付き合わされなくてよかったわね。なによ。